わ、今日はですね、市内ポイントで、本当にある1本だけのクヌギなんですが、60アップが取れる実績のある日ということで、今、久しぶりに今季シーズンインして初めて来ました。ちょっとどんな感じか、まずその木までたどり着いてから、今季2回目ですね。ちょっと動画には出してないんですけど、ちょっと行っていきたいと思います。もう9月、はい、入ったんでシーズンは終わりそうなんですが、お、コオロギ、コオロギがいたと今。ちょっとその目的の一本の木までちょっと行ってみたいと思います。この辺だったかな。だけ極太なんですよね。極太の木があるんですよ。そこだけなんですよね、ポイント。はい、見つけました。ここですね、この木、この木だけなんですが、どうやっていこうかな。これです、これ。いやー、いいんですよ、この極太が。極太加減はいいんですけど、何箇所かウロがあるので、うわっ、やべ、ここもすげえな。クモの巣がすげえ。よいしょと。いやー、ちょっと見ていきたいと思います。この姿はいないかな。こっちはどうでしょう。出てお、この上、ここ。いないか。
マジか。マジかよ。いやー、ないね。ここは、ね、いろんなとこにあるからね。見当たらんね。風はいるんだね。じゃないんだよ。うわー、ゴッキーがいるんだな。ゴッキーか。このゴッキー。あの中もゴッキー。ここもゴッキーがいる。マジで。いやここも樹液出てるんですけどね。マジか。よし、今日は諦めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ピンポンパンポーン。どうでしょう、何か大物はいるか。よし、何かな。銃止まってそうだなこれ。おお、くぜ、ほい。あ、お、お、お、あ、いるいる。え、これ何これ。あー、違う、いつものやつだ。いつものやつだねーか。いつものやつですね。ここはどうでしょう。お、蜂がいるな。蜂がおる。おお、結構樹液が出てんじゃん。いや、蜂が出てきました。スズメバチがブンブンしてます。
へえ。いやスズメバチがどこに行ってもおるな、もうマジで、うん、なんだこれ、クワガタじゃないこれ、違うわ、ピラニトルが違うな、ひー、なんだよ、もうシーズン終了か、もしかして、はい、平田ようやく見つけましたよ、ここフェアでいるな、これめくれなんですぐ取れると思いますんで一回取ってみたいと思います、よし、よしよし、ちょっと右手でいきましょう、よしと、いや、フェアでいるな、フェアでいますよね、これなんかでかいんじゃないのこれ、どうだ、お前は何センチあるんだ、降りてきなさい、ほら、ぶっしゃー、あ、結構いいサイズじゃないですか、ほら、いや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 、いいサイズ、いいサイズ、ほら何センチだろう、もう一匹メスは、あ、メスがいるな、あそこに、うん、メスはまいっか、あれ、あ、おっとっと、ちょっと測ってみよう、いや測ってみましょう、これはいサイズ、はいサイズですよ、よしと、50ぐらい、50、55以上あるか、57ぐらいあるね、57ぐらい、結構いいサイズじゃん、いや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 、よし、じゃあちょっとあのノギスで測ってみたいと思います、はい、ジャスト55でした、はい、リリースしたいと思います、落ちるなよ、よし、あー、部屋で仲良くやってくれ、こっちの方がいいな、よし、よし、今スズメバチがおる、スズメバチがここの奥に火が見えます、近い近い、スズメバチちっちゃいんでそのままにしたいと思います、
カブトのメス。ました。なんか奥にココアかな。ココアっぽいのもいるけど。下がスズメバチなんで嫌なんですよね。あ、ここにもいる。これなんだこれ。なんだこれは。ココアかな。結構でかいな。ココアでかい。ちょっと止めようか。取りましたが 4.5 ですね。いやー、はい、リリース。